キングチャンネルロッキーです。小林です。今回のテーマお願いします。今回のテーマ、日本経済は終わってるのか。円安ですかね。まあ円安も騒がれてますけれども、日本経済は終わっているのかっていう話をねしたいなと思ってるんですけど、どう思います？難しいですね。終わってるか終わってないかで言われる、うん、何が難しいですか。なんか円安って言っても結局得してる人もいると思うんで、うん、その辺の何を前提に置くのかっていうのが難しい。まさにその話をちょっとまあメインでしたいなと思っていて、日本経済が終わってるよねみたいなことを、例えばじゃあホリエモンとかさ、ひろゆきとかが言うならすごい興味深いじゃないですか、うん、興味深いし、あ、なるほどね、そういう観点もあるんだとなるわけですよ。なんだけど、クソバカなやつらが日本経済が終わってるって最近めちゃめちゃ言うわけ。めちゃめちゃ言うんだけど、いや、どの視点から言うのみたいな、それってどういう論理を持って言ってんのみたいな話をしなきゃいけないわけじゃないですか。で、僕は日本経済は終わってる派なんですよ。なんだけど、円安に関わらず日本経済ってそもそも衰退していってるわけですね。これって別に今年になって円安になったから日本経済って終わったよねみたいなことではないんですよ。で、これってそもそもウェブがこうバーって広がったタイミングで、日本企業の大手さんたちがウェブを毛嫌って、アメリカとかさ、海外の外資系に今のインフラであるウェブ産業を全部牛耳られちゃったっていうところから僕は始まってると思うんですけど、基本的に別に今になって日本経済が終わったっていうわけではなくて、もうずっとその傾向があったわけですよ。で、その傾向があって、それに伴ってたまたま円安が来て、それは消費者からするとすごく割高になってくるわけですよね。なんだけど、円安で儲かる企業も儲かるわけですよ。儲かる企業は最大の黒字出してるわけですよ。でもそれは、例えば海外で何かを買おうとか、海外旅行をしようって思ってた時って、昔はめちゃめちゃ円高で安かったから、その時と比べると、うわ、日本経済終わったなとか思うんだけど、いや、日本経済が終わってるんじゃなくて、あなたの懐が終わってるだけなんですよね。だから自分の経済が終わってるわけなんですよ。っていうのを、なんかあたかも日本経済が終わったよねっていう考え方で Twitter とか SNS でバーって広げているっていうのが非常にまあ良くないことですよね。まあ、よく言われるのは、日本は全然給料上がんねえみたいなの、うん、よく Twitter で、ね、それも当然そうで、まあ、それを僕はいいとは思っていないんですけれども、でも日本は全然給料上がんねえとかって言ってるじゃないですか、はい、でもあれもどうせ雑魚が言ってるんですよね。例えば給料稼いでいてめちゃめちゃお金を持ってますみたいな人って、そもそも海外に行ったりするわけじゃないですか。で、海外に行っちゃうのが日本経済のダメなところですよね。海外にみんな優秀な人たちが逃げちゃう構造を作っていることは確かにダメなんですよ。でも給料が上がらないからみんな出てってるわけじゃなくて、税金が高いからみんな出てってるわけですよ。だから給料が上がらないって言ってるやつだって超雑魚なんですよ。これはなんでかというと、例えば給料は確かに日本経済って上がってないんですよ。ずっとほぼほぼ横ばい。でそれに対して中国とかアメリカってめちゃめちゃ上がってってるわけですよね。って考えると、中国とアメリカとかの方が良さそうですよね。良さそうだから、今普通に働いている雑魚人たちは、いや、日本経済終わってるよと、給料上がんねえもんとか言うわけですよ。なんだけど、アメリカなんて正社員なんてほぼいないんですよ。基本的には業務委託か契約社員で、自月どうなるかすらも分かんない人たちがほとんどなわけですよね。でそれっていうのは実際にイーロン・マスクを証明してるじゃないですか。ツイッター社を買ってさ、ツイッターのほとんどの社員を速攻でクビにしたんですよ。やってました。で、なんなら CEO と COO すらもクビにしたわけですよね。それがアメリカの経済を強くするじゃないですか。ってなった時に、じゃあそれを耐えれる前提なのであれば、別に日本もおそらく給料上げれるんですよ。なんだけど、日本って雇用する社員側っていうのをすごく守るわけですよね。逆に言うと、すっげー守られてる状態だから給料は上がりにくいよねっていう論理もあるわけじゃないですか。だからそこって、給料を観点にした時に日本経済上がってないよねとかっていうやつは、今めちゃくちゃ満足してて別になんか何も言うことないから、とりあえず給料上がんねえかなと思って一個なんか石投げてみたみたいな超雑魚なやつが、超雑魚なやつがなんか日本経済で給料上がんないからあらこうだって言うんですよ。それが本当に問題だと思ってるやつは、そもそも正社員になってないならずに、歩合制の契約社員とか業務委託っていいですよ、いう人が出てくるわけですよね。で、それが出てきたのがフリーランサーなんですよ。フリーランサーっていうのは、自分のいいね、もしくは具合でやらせてくださいと。その代わり、自分の能力やアウトプットがダメだったら、速攻切っていいです、ね。ってなったら、この人を使ってみるリスクはないから、一回じゃあやってみようかってなって、それに対してダメだったら速攻切られていくと。で、仕事がなくなる。
っていうのがフリーランスができ始めた要因なんですよね。でその中でもやっぱり 2% ぐらいしか儲かってないわけですよ。で考えると日本経済は終わったよねとかって言っている人って本当にアホだなと思いますね。日本経済の話とはちょっと脱線するかもしれないですけど、なんか今後いろんな仕事がなくなるみたいな話題ってあるじゃないですか、でその中でなんか正社員雇用もどんどん少なくなってくんじゃないかっていろんな人言ってると思うんですけど、小林さん的にはどうなると思いますか？いや正社員雇用はねどんどん少なくなっていくのかなとは思いますけど、日本はねあんまなくならないと思うね。それはなんか今までの文化、今までの文化もそうだし、日本人ってチャレンジできない人多いんですよ、でチャレンジできない人はじゃあどういうことをするかっていうと正社員で守られていたいんですよ。だから正社員っていう需要が増して、で会社側もフリーランサーに飛ばれるリスクとかがあるわけですよね。でフリーランサーに飛ばれたり業務委託に飛ばれたりするとお客さんに迷惑がかかるみたいになって正社員のポジションを用意してるわけです。って考えるとそこの需要と供給はマッチしちゃうから、これが一気にこうガーってなくなるっていうことはないと思うけど、でも今の日本経済を作ってきた大企業さんたちがいるわけじゃないですか。この大企業が、まあ、例えば10年後、20年後衰退していって、今の20代、30代の人たちが50歳とかになったタイミングで、おそらく正社員で働くよねっていうのが常識ではなくなると思うんですよね。契約社員とかアメリカみたいな方法で雇用していくっていう会社は増えていく気がしますね。まあ、今のところね、やっぱ想像はできないけど、競争させるっていうことを嫌がるのは、やっぱりおじさん世代なんですよ。なんでかっていうとおじさん世代は競争したくないから、自分は今でもぬるま湯にいたいわけじゃないですか。で昔は昔でずっと年功序列なんで競争してきた人ってすごい少ないんですよ。今の20代30代ってある程度競争社会で生きてきた人たちも多いんで、優秀な20代30代が大企業になっていった時に多分そういうマインドのもと会社を作ったりするんで、じゃあ競争社会の中で生き抜いたやつだけを雇用するよみたいなっていう世界にはなるのかなと思いますけどね。そうやっていくと、まあ、日本経済が良くなるかなと思いますけど、まあ、話を戻すとね、まあ、その日本経済は終わってるのかっていうのはもう終わってるんだけど、その SNS で流れてるよう なんか誰お前みたいなやつが言うような理由で日本経済は終わってるわけじゃないとっていうところをねすごく考えた方がいいなと思いますよね。だからもう一個例えば言うと、その、まあ、海外で今物を買うとめちゃめちゃ高いじゃないですか。だから海外で給料を稼いだ方がいいよねみたいで、なんかそのベトナム人とかが今日本に出稼ぎもともとずっと来てたんだけど、もうそういう人たちももう日本に出稼ぎ来なくなっちゃうというふうに言われてるわけですよね。いや別にそれはそれでええやんと。それって別にどうでもいいっちゃどうでもいいし、そもそも一個の論理が抜けていて、じゃあアメリカで稼ぎました、アメリカで稼いだ方が今 1.4 倍いいよね、今だいたい140円なんで最高じゃないですか。なんだけどじゃあ日本にいる時に比べてアメリカの出費を出してるやつっていないんですよ。つまり収入に対してコストを出して初めて給料になるわけじゃないですか。なんだけど入ってくる金額だけを考えるやつらが多いわけですよね。でアメリカって日本と比べたら保険もすげえ高いし、病院とかもすげえ高いし、それもすげえ高いじゃないですか。って考えるとじゃあ総合的に1年間普通に暮らした時の出費を出して計算してますかっていう話が大事なわけですよ。でこれって別になんか円安に限らずなんだけど、どんな情報も陰の情報がめちゃめちゃ溢れるわけですよ。こんだけ稼ぎましたよみたいな、自分がどんだけもらったかの情報が絶対に跳ねるんですよ。でこれはもうみんな覚えておいてほしいのが、絶対これが面白くて見栄えがいいからみんないいねとか押したがるわけですよね。なんだけど大事なことは給料が上がりましたよって言った人がその月いくら使ったのか、これを知らないともう絶対騙されちゃうんですよね。だからアメリカでこんななりましたよみたいな人が円高になったらどうするのみたいな話になるわけじゃないですか。だからその一瞬一瞬の情報っていうのはめちゃめちゃ華やかなものしか出てこないんで、しっかりとそこを論理立てて考えていくっていうのが非常に重要だし、日本経済が今こう衰退しているからこそ海外であったりとか、まあ、もしくは副業であったりとか、それこそまあ YouTuber とかもそうだよね、そういうこれ稼げんのかなみたいな情報の華やかさって絶対出てくるので、それに騙されないようにしないといけないですよね。多角的に物事を見ましょうっていうことですね。そう、多角的に物事を見ないと日本経済とともに自分の人生も沈んでいくっていうことになるんで、まあ、ぜひねこの日本経済の全体を見た時に自分がどう行動するのか考えていただきたいなと思っております。はい、ということで続きよろしくお願いします。お願いします。マーケティングチャンネルでは明日仕事仲間よりも一歩リードできる情報をどんどん配信していきたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。